泉崎横穴泉崎横穴は、福島県西白川郡泉崎村にある横穴式装飾古墳である。昭和8年の剣道拡張工事の際に発見された。昭和9年に国の史跡に指定されている。1933年12月、剣道工事中に発見され、翌年5月に装飾のある古墳で珍しい例として国の史跡に指定された。 本横穴は、泉崎横穴群と奈良県横穴群中の一揆で、ある。本横穴発見以後、双葉町清戸波様横穴、南相馬市原町区早間草食横穴からも狩猟を、主題とする海岸が発見されている。原質、原門、沿道が残されている。石室の奥壁には、右から順に二頭の動物像、それを追いかける矢を射る、騎馬人像、 中央に台の字型に手足を広げて手をつないでいる4人の人物像。左には器物を持った3人の人物像が横一列に朱色で描かれている。左壁には渦巻文や騎馬人像、馬や小動物。右壁には渦と馬、主文。天井には渦巻文が数個、すべて朱色で描かれている。石室からは自家刀、通す。 銅館などの副葬品が出土している。なお、古墳は7世紀前半に造営されたとされている。泉崎横穴の約2キロメートル南にある、関和久灌外関は古代白川軍の軍跡で、7世紀末から8世紀、初頭に成立した。また、阿武熊川を挟んだ対岸には、その付属陣跡があり、その近くには6世紀後半の築造とされる、下宇佐塚古墳。 6世紀後半の豪族巨漢跡である船田中道遺跡7世紀のものとされる八久康古墳がある。これらの遺跡より6世紀後半から8世紀初めまでの白川地方の中心地はこの一帯と推定され、泉崎横穴を含めたこれらの遺跡群は白川国造から古代白川群への変遷を解明する上で重要である。なお、関和久勘外遺跡と 船田中道遺跡、八千久康古墳、下宇佐塚古墳は国の史跡に指定されている。所在地福島県西白川郡泉崎村、泉崎矢座白石山壁画は通常は非公開。泉崎駅前の泉崎資料館に壁画の実物大パネルがある。ありがとうございます。